いてよ。あ、で、金になってんじゃん。何が？髪？インナー、うん。え？え、そう。インナー。めっちゃ明るくなっちゃった。ユウも。やばいよね。え、そう。もうママにね、染めなって。ね、わかる。でも、しょうがない。うん、お金がかかってそんなことやった。わかる。でも、染めようかな。インナー、っていうか、イヤリングからやめようかなって思ってる。なんで？かわいいよ。え、ほんと？嬉しい。うん。ありがとう。なんか久しぶりだね。嬉しい、ね、誘ってくれたんです。テラヒナが。そう、私が3月毎日配信してて、うん、もう一人じゃやっていけないって思って、うんうんうん、早くない？今日まだ5日だよね。今日って5日目。早すぎじゃない？だから7日にもあの青とコラボする、うん。あ、そうなの？え、コラボは誰が？ユウが初？ユウが初。一人目です。止まっちゃった。え、そう、止まってるよね、ユウ。え、止まってる？うん。さっきからめっちゃ電波悪い。マジ？うん。Wi-Fi、うん。あれしようかな。マジか。めっちゃ電波悪い。え、一回は耐えきるね。はい。あ、止まっちゃった。ネタ切れですもん、ね。え、どんな？ダメなんだよね。あ、いい。いい感じです。初コラボ、ユウが。3月。初コラボ。そうなんです。え？嬉しい。いいんですか？初です。やったやばい。てか、うん、5日目でさ、5日目わかる。わー、タワーが来た。ありがとうございます。え、すごい、おめでとうございます。ありがとう。嬉しい。5日目やばいよね。マジでさ、話すことなくなっちゃってさ。でもわかるね。ショールームだね。そうなんだよ。あ、こっちもタワー来た。イエーイ、ありがとうございます。タワーゲット。ショールームマジで何話していいか分かんなくなっちゃう。いや、わかる。めっちゃ変なこと喋ってるね。なんかさ、うん、気づいたらさ、変なことめっちゃ喋ってて、あ、やばい、これ言ってよかったかな。分かる。後悔するときはね。分かる。めっちゃわかる。だからみんなのコメント力が試されてるんだよ、ショールーム。逆にね。こっちのみんなのコメントが面白ければいっぱい届くんです、うん、私。めっちゃ厳しい。そのなんかね、あの、そうだと思う。うん、分かる。本当にそうだと思う。みんな頑張ってお願いします。確かになんか髪短いかも。うん、短く見えた。また切ったかと思った、ね、全然伸ばしてる。うん、なんか衣装がね、あんま似合わないからさ、もうちょい。ねえ、わかる。私もさ、インナー入れて結構派手になったからさ、ね、衣装が全部似合わなすぎて。そう。なんかリボンとか似合わなくなっちゃってさ、カチューシャとか。あのさ、うん、この前のノエさんの卒業公演でさ、うん、赤い衣装着たじゃん、コンサートの。うんうんうん、はいはいはい。あれが似合わなすぎてびっくりした。わかる。マジでわかる。ね、焦ったよね。うん、あの千鳥柄のさ、うん、やつあったじゃん、うん、あのネット帽じゃないや、うん、あのベレー帽が似合わなくて本当にね。そう、あの、分かる、ね、ちょっとあ、やっぱさ、言うぐらいのさ、うん、ベリーショートみたいになるとさ、ベレー帽似合わないんだね、うん、ボブの子がさ、ベレー帽って可愛いじゃん、うん、分かる。そうなの。でも多分このインナーのせいなんだよね、このせいで、うん、似合わないから。いや、マジで私も似合わなくなったね。そう、だからちょっとまあこういうインナーとかも卒業したらしようかなとか思って。でもさ、分かる、アイドルイコール黒髪ってそういうことなんだなと思った、うん、ね、分かる。衣装がね、黒髪用に衣装を作られてる。そう、そうなんだよね、びっくりした。でも逆にさ、ちっちゃいもんの、ちっちゃいもん公演の衣装はさ、うん、なんかちょっと派手、うん、え、そうそうそう、可愛かったりするじゃん。わかる、違和感なかったよね。そうそうそう、そうなんだよね。ポーション
コンペイとありがとうございますえ、てか前髪すくした？え、してない。今日はね、今日ね、朝からね、うん、青とね、柴田に行ってきたの。え、柴田の、そう、ご飯、どうしても行きたいご飯屋さんがあって、うんうんうん、でもね、聞いてほしい。何？柴田行ったのね、朝、うん、朝から、うん、でも昼ご飯食べたい、行きたい場所があって、私が、うんうんうん、それで柴田駅に降りたの、うんうん、そしたらなんかその柴田駅降りて、うん、歩いて行こうと思ってて、で調べたら、うんうん、歩いて40分ぐらいかかるところで、やば、うん、でもなんかバスも通ってなくて、あ、はいはいはい、もう歩いて、でも最初頑張って2人で歩こうって言って、うん、もう雨の中歩いたの2人で、結局タクシーで行ったんだけど、でもだからこんなになっちゃった、うん、やば、あ、そういうことね、雨に打たれたんだ。え、写真撮りに行ったんじゃないの、それ。そう、写真撮りに行ったんだけど、写真どころじゃなかったの、これさ。そうだよね、うん、そう、柴田でね、写真撮ろうって思ったんだけど、うんうんうん、写真どころじゃなかった。大雨、やば40分か、なんか気持ち次第で歩けるいや、わかるわかる。いや、歩こうと思えば歩けんだけど、そう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 、お昼過ぎてたので、めっちゃお腹空いてて、うん、うわ、そう、それでタクシーに乗ってね、行ったの、ご飯屋さんに、うん、そしたらすごい人気のお店で、1時間待ちだったの。うんうん。やば、ありえなくない？え、だから超お腹すいた。いや、それはちょっときつかったね、今日一日。そう、そうなん、お疲れ。でも、美味しかった。ありがとうございます。頑張りました。お疲れ様です。私は今日は優雅な休日を、うん、あの、優雅な休日でしたか？はい、お洋服買いに行ってたんです。あ、私も洋服買ったでも、今日。え、本当？うん、何買ったんですか？何買ったと思いますか？で、せーので言おうよ。いいよ。え、でも多分2人とも一緒だと思う。え、マジで？行くよ。いや、わかんない。いいよ。せーの。ワンピース。スウェット。何よ。スウェットだろ。いや、ワンピースだろ。言うはスウェットやん。いや、ほんとそれな。でも最近、うん、テラヒナめっちゃスウェットじゃない？え、じゃあなんかね、スウェットを買って、うん、スウェットの楽さを知って、うん、だってスウェット履いてさ、スウェット着てジーパン履けばもうさ、出れるんだよ、マジでわかる。それな。なんかもうそれを知ってから、スウェットしか買ってない。いや、マジでそれな。ほんと、今休日はほんとスウェットにジーパン、うん。ほんとに神。ね。だからスウェットばっか買ってるとおしゃべり会の服がほんとになくなる。いや、マジでそう。そうなんだよね、本当に。なんかさ、でもスウェットってさ、うん、なんかこう安いのだとめっちゃ安っぽく見えるじゃん、うん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 、だからちょっといいの買いたいなって思ってさ、ね、そこでお金使うとさ、もうおしゃべり会死ぬの、うん、おしゃべり会の前の日に、あ、やばいやばいってなる。高いのはさ、うん、結構するじゃん。する、高いのはするね。わかる、ね、マジその気持ちわかる。おしゃべり会の買うよ、うん、あの費用がなくなっちゃって、なくなっちゃう。いや、まあスウェットでも可愛いからいいかな。そう、だから最近は私のおしゃべり会はスウェットです。いや、いいと思うバリバリ。それも良さじゃない？いや、そうだよね、スウェットキャラになるね、うん、私。え、ユウもスウェットキャラなりたい。めっちゃ楽だよいや、わかる、ほんと。家でももうスウェットかロンティーです。ね、わかるわかるわかる。ね、で、下パジャマ。いや、パジャマ、私今パジャマした。え、ユウもだよ。ユウはテラヒアとサラとおそろいのパジャマだよ見る？見せてあげる。ほら、ハリネズミの。私もある。え、どこやったっけ、でも私。どこやったかわかんない。ねえ、ちゃんと来てって言ったじゃん。ゆうの家に置いてくればよかったって、本当に後悔した。でもずっと言ってるよね。でもさ、うん、まだ来ないじゃん。来ない。でも、あ、もうちょっとしたらね、来てね。持ってくわ、ちょっと今度。うん、ちゃんと、じゃあ次持ってきたとき、ゆうがちゃんと管理しといてあげる。うん、管理しといて。うん。あの日以来履いてない、私。ほんとに言ってる。でも多分、サラも履いてないよ。いや、そうだよね。やばすぎでしょ、ほんとに。そうだよ。この前さ、うん。あ、なんでもない。ね、何？ちょっと。なんでもないわ。ねえ、何気になる、何？なんかプライベートの話だったと思う。え、いいよいいよ。やばい、やばいやつ。ここで言ったらやばい。いや、なんか、うん、ファンの人に言っても、まあ、大丈夫か。うん。いや、なんか、この前さ、うん。
あの、ビデオ通話したじゃん。でもいなかったじゃん。え、違う、私はね、うん、毎日配信してたんだよ、みんなが電話してる間。あ、そうだったの？すごい出たかった。なんかさ、みんながビデオ通話してさ、うん、で、なんかさ、そのサラからもさ、なんか参加してくださいみたいな LINE 来てさ、招待来てさ、めっちゃ出たかったんだけどさ、ショールーム始めたばっかりだしなって思って。確かに、それはちょっとあれだったね。え、わかる。それでみんなでさ、楽しくビデオ通話してるさ、なんかスクショが送られてきてさ、後から。ちょっとごめん。マジで。本当にありえないって思って。いや、なんで仕事してたんだよ、こっちは。いや、寝てるか、お風呂入ってるかどっちかだなと思って。うん、そう。ごめん、分かってね。私ね、その時ショールームやってて、うん、あ、めっちゃ LINE みんなしてるわみたいな言ってたの、うん、めっちゃ電話出たいみたいなこと、うん、言ってたの、うん、そう、ごめんなさいね。そうそうなんだ、あの時は。そうなんか、でもそんな長くやってなかったでしょ。5分ぐらい。本当一瞬だった。なんかそうだよね、あの家の、うん、自分たちの家にいる動物、うんうん、ビデオで写して。いや、じゃいらないやん、動物いないもん。私ガチでいらないやん。確かに。違う、でもなんかそう、うん、そうね、ちょっとなんかそうです、家見てみたいな感じだった。おもろすぎだ。本当に出たかったあれ。最近さらちゃんのインスタライブして。そうだね、わかるね。え、今、ね、したいなってめっちゃ思う。本当コラボ、ね、やりたいよね。うん。え、ちらもさ、やろう。え、でも私ね、もうすぐね、うん、SNS、あの、夜中解禁されんの。あ、そうじゃん。4月からじゃなかったの。3月後半ぐらい。え、でも誕生日迎えたらじゃないの？違うんだ。あ、なんか違うらしい。あ、そうなんだ。そう、卒業式が、なんか1月に終わってかららしい。そう。そういうこと。だから楽しみ。え、でもよかったじゃん。今月末か。そう。いいね。深夜配信が。いっぱい深夜配信、深夜コラボ配信しよう。うん、絶対さ、うん、深夜だとやっぱなんかさ、深夜テンションになっちゃうからさ、言っちゃいけないこととか言っちゃう。絶対ね、寺ひな眠くなると思う。なんかる。てか深夜のコラボは本当に危ないと思う。え、本当にね。うん。なんか、多分ファンの人が見てること忘れちゃうと思う。うん、え、わかる。だって今もさ、忘れちゃう時ある。うん、結構コメント見てなかった。危ない危ない。いや、からインスタライブマジやりたくて。やりたいよね。だから卒業したらいち早く、うん、やろう、ね。うん、インスタライブ、ね、いや、でも楽しそうだよね。なんか、え、わかる、普通に楽しそうだよね。やりたい、わかるね。エフェクトつけられるのが羨ましい。ショールームわかる、そうないもんね。加工をちょっともっと目大きくするとかやってほしい。わかるわかる。楽しいよね。そう、インスタライブいいよな。ねえ、わかる。そうなの、言っちゃいけないこと。そうなの、なんかもういつもの話のノリみたいになっちゃって。そうそうそう、楽屋話をしちゃうよね。そうそう、なんだよね。うん、話止まらなくなってみんなのこと置いてきぼりにしちゃうから。わかる。コラボ配信ってマジでそう。え、本当にね。本当にそう。それさ、申し訳ないけど、うん、タンプレ交換しなくなってから食事行った。え、全然行ってないよね。全然行けてないわ。キッチンモンでタンプレ交換やめようってね、契約したんだよね、みんなで。そうなんですよ。その代わりその子のご飯をみんなでおごるっていうご飯会。そう、え、全然行けてないよ。行ってない。誰から行ってない。ユウまでやったよね。そう、ユウまで。ユウとハルカで最後じゃない。そう、サラとアオやってないんだよ。やってない。リア日も終わったでしょ。でもうすぐ私も来るから。やば。4人分はるかとユウにおごってもらわないと。負担でか。負担でかすぎ。え、いっぱい行きたいからさ、22にしようよ。一人ずつでもいいよ。あ、いいじゃんいいじゃん。いっぱい行ける、いっぱい行ける。でもそのうち多分もうはるかも来て、ユウも来てってもうどんどん進む。ね、わかる、うん。いや、多いんだよね、そのさ、ユウとかのあたりが。そうなの、なんかもう続いてるから。ゆうはるか青ってくるよね、もう。そう。そうだね、確かに。めっちゃあっという間。うん。そう、本当に、でもちっちゃいもんでそもそもご飯に行けてないから。マジで行ってないよね。
なんか5人集まらなく、何、集まる機会が減ったよね。そうそうなの、なんか公演もそんなに多いわけじゃないから、うん、ね、リアルに公演しか会えないもん。わかる。だからなんか、なんていうの、個々に会うことはあっても全員集まるってことがないから、うん、わかる。あの卒業公演のリハとかもはるかいなかったからさ、ずっと。あ、そう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 、そうなの。公演でさ、はるかに会った時マジで久しぶりだったよね。わかる。めっちゃわかる。え、何の公演だ。あ、そっか、あの公演と、あれなんだっけ、ヤヒの生誕だよね。そう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 、そうだ。あれめっちゃ久しぶりだったね。わかる。公演ね、うん、いや公演やりたいんだけどさ、疲れるんだよね。ちょっと本当にあれやばいよね。マジやばい。あの瀬戸に組んだの誰マジで。いや本当に誰。あの瀬戸に見てないかな、ちょっと本人。でもさ、なんか、うん、みんな大変でしょって言ってるよね、本人。わ、うん、かる。で、大変だよ。本当だよ。マジ大変。あのさ、あそこが、なんだっけ、桜セブンティーンでしょ。そう。そこマジで。制服入れたの私だしね。そうじゃん。本当にね、あの、あそこは、ね、死んでる、うん、なんか3曲だけだけどさ、うん、前半の疲労が固まってあれが来るからさ、結構わかる、やばいよね。わかるわかる。なんか曲中はさ、もう、うん、なんか体が勝手にこう動いてるからいいんだけどさ、うん、次の曲始まった瞬間に、うん、あ、やば、うん、ってなるんだよね。わかるわかる、本当にわかる。セブンティーンのさ、あの、うん、ドゥーン、あー、ドゥン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 って聞いた時に、うん、もう、うん、死ぬ。わかる。あ、くるくるくる。いや、サステナブルも結構、なんか、毎回忘れちゃうの、サステナブルがあること。ああ、ああ、はい、はい。あそこも結構さ、スカヒラ、大人、成人、サステナブルじゃん。わかる。あそこマジで、はぁはぁ言いながら歌ってる。そう、ね。もうなんか、吐けちゃいそうになるの、成人終わって。サステナブル毎回忘れちゃう。あ、もう一個あるんだって思って。わかる。しかも、一番最後が一番なんか踊る曲じゃん。うん、あそこの曲だから、あれやばいよね。わかる。多分いつか誰か倒れると思う、うん、いやマジでヤヒの生誕はヤヒ倒れると思ってた。いやね、わかる。倒れなかったね、そういえば、うん、倒れなかった。うん、みんなでさ、ヤヒ多分生誕パートいないと思うみたいな話してたよね。言ってたよね。でもいたね。いや、よかった、いて、うん、よかった。でもなんか生誕祭、なんかあの日なんか生誕祭って感じしなかった、うん、気持ちが。え、わかるわかるわかる、ね、緊張してた普通に。うん、山ここやばいよね、だって体力やばそう。やばそう、わかる。うん、4公演じゃなくてよかったね、まだ。え、わかる。私も自分の生誕絶対平日がいい。土日だと2回やんないとじゃん。え、ゆうはちょっと昼に緊張ほぐしてから夜にやりたいんだ。マジで、うん、この前のさ、ガチガチ、うんうんうん、生誕が土日でさ、2回公演だったので、真夏だったから4回公演だったんだけどさ、うんうんうん、嫌だった。なんか昼 メイクしてさ、昼の公演やってさ、うんうん、メイク崩れるから、で生誕制だし、もう1回メイクやろうと思ってわざわざメイク落として夜公演に臨んだの。マジでさ、すごいなって思うよ。絶対にさ、落としたくないもん。めんどくさい。いや、私落としたくなっちゃうんだよね。えらいよ。絶対全部落とす。なんか汗かくとめっちゃ乾燥してパリッパリになる顔。わかる。わかる。しかもさ、こう、まだらになるんだよね、落ちるから。わかるわかるわかる。ね。めっちゃわかる。だから、落としちゃった。確かに。ゆう、センター祭どうしよう、今年の組み合わせ。え、まだじゃね。先じゃん、まだまだね、テラヒナが。そうね、私もまだ終わってないしね。そうじゃん。いつなんだろう、セッタ。確かに、まだ出てないもんね。そう、私もまだ聞いてないの、日程を。確かに。3月中にあるのかな、わかんない。迷う。全然何も決めてない。自分が
1個しか出てないからさ、うん、そうね、去年山ここだったよね。そうなんだよね。まあでも全然どこでも楽しいよねって。どこでも楽しいよ。天文2公演とかできればいいのにね。え、わかる。なんかでもそれ聞いたら、うん、なんかあ聞いてたよね確かに。なんかファンの人が、うん、なんかつまらない飽きちゃうって言われて。やっぱトーマスにちっちゃいもん公演つまんないって悲しいんだけど。確かに2回見ても楽しいでしょみんな。いやそうだよね。本当最低だわ。でも半額にしないと、そしたらお金。あ、そっか。いや、わかんないけど。確かに、人数的にね。ね。でもなんかね、うん、2回ぐらいやらせてほしいよね。いや、わかる。いや、まあ、ね。でも、ちょっと体力的な問題がね。いや、まあ、それはそう。だって15分休んでからもう一回でしょ。うん。死ぬね。じゃあ、あれにすれば？ん？昔の6人のちっちゃいもん公演の前半、うん、後半、うん、新ちっちゃいもん、まだまだちっちゃいもん。うわー、ちょっと待って。だるいね。結構な、あれだな。何が結構だるいね。うん、結構。ラスベガスとか。それか、わっ、そうじゃん。ラスベガスめっちゃ苦手だったんだ。めっちゃ嫌がってたよね。嫌がったっていうか、うん、めっちゃ苦手って言ってたよね、ラスベガス。本当に、うん、あの、うん、ダンス一生ダメだなって。いやむずいよね。てかさ、多分3人が成功したことないと思う。ない1回も。うん、誰かしら間違ってた。わかる。マイク落とす、わかんなくなるよね毎回。そう、わかる。何かしらのミスが起こってたよね多分。完璧なラスベガスって多分1回もなかった、うん、なかったと思う本当に。しかもちゃんとね、なんか揃うってか、うん、なかったね。うん、わかる。でも毎回ちゃんとリハやってたよね。うん、毎回やってたらそれが、うん、それなのに本番ダメだ。いや、わかる。サイリウムラスベガスってなんであんなマイク落とすの、うん、みんな。ねえ、わかる。なんかちゃんと入れてんのに、うん、なんでだ。めっちゃ取れるよ、ね、私1回、あ、2回あったか。私2回落としたもん。さ、1回さ、スカートの中からさ、マイク落ちちゃってさ、うん、で持ち上げたらさ、スカートまくれちゃうじゃん。うん。うん、その時マジで焦った。いや、わかる、それは。私、スカートの外だった。わかる。で、わかる。めっちゃ分かる。あ、そうだ、みんな足つった時あったね。あれはね、地獄だった。聞いてほしい、あの裏話。話そう、話そう。え、どこで釣ったんだっけ。なんかね、まずラスベガスのあたりで、うん、危なかったの、なんか、うんうん、あ、やばい釣りそうってなったけど、ラスベガスは大丈夫で、うん、あとなんか、なんかの曲でハゲたの、後半のなんだっけ、思春期とかかな。せ、あ、十年桜じゃない。あ、十年桜でハゲた。十年桜で、うん、でスタッフさんが下手にしかいなくて、うんうん、わかる。でも私上手にいたから、上手にハゲたの、うん、でさ、もう動けないじゃん、足切ったから、うんうんうん、でもスタッフさんが誰もいなくて、うん、でもなんか多分はけたこともバレてんのか分かんなくて、マイクも多分入ってるから、うんうん、もうスタッフさん誰もいなかったんだけど、めっちゃ叫んだの、スタッフさんって。ねえねえ、もう誰も来なくて、いないよね、誰も来なかったの、うん、それ でもやばいやばいって思って、うん、でもさ、歌割りとかあるからさ、行かないとって思って、うんうん、めっちゃなんかもう死に物狂いで、うん、表まで行ったの。もう本当あの光景マジでおもろかったと思うんだけど、下手に行ったら、なんか、女のスタッフさんが来て、うん、なんかめっちゃ、え、大丈夫みたいに言ってくれたんだけど、うんうんうん、そのスタッフさんも、別にさ、うん、医者じゃないからさ、わかんないの、倒し方が。うんうん、なんかめっちゃ、触られたんだけど、わけわかんなくて、うん、でも全然治んなくて、うん、で、嫌いなのかもしれないの、歌割りだけ出た。え、そうじゃん。そうだ、ね、あれ、ガチでエグかった。わかる。でも、ユウは怪我したとかじゃないけど、なんかスカートが、うん、壊れてスカートがずり落ちそうになって、うん、ああっね、髪手にはけたの、うん、そしたら誰もいなくて、うん、ユウもマジ同じ状況で、でもユウは隠れたからまだ。そう、え、てか焦るよね、え、誰もなんでいないのって思って。そういると思うもんね、気づかれないって思って。そうそう、わかる、本当に焦った。わかる、マジでわかる。あの時マジ痛そうだった。なんか
終わった後にテラヒナの足見たら、うん、マジ筋肉めっちゃ固まってて、なんか小村帰りみたいになっちゃって、あーはいはいはい、なんかもうふくらはぎの形がおかしくなってた。え、やばかったよね、マジでやばかったよね、うん、変なところにふくらはぎがあるみたいな。でもテラヒナの焦ってる顔がなんていうの、もう冷や汗かいてますみたいな。え、そうマジで冷や汗かいた。なんかうん、もうなんか一生治らないみたいな痛みなの。マジでかわいそう。なんかふくらはぎの筋肉が変なとこ行っちゃってて、うん、うん、だってもう見た目がやばかった。やばかったよねあれ、あれやばそんななんかさ、さらばさ一眼レフで私の焦ってる写真バシャバシャ撮ってんのバカなの心配してくれてもよくない。え、マジで焦ってたの、お見送り、うん、そうで、なんかめっちゃもう歩けなくて、うんうんうん、めっちゃ冷やされたりなんかいろいろされてるのに、そうだね、スタッフさんはなんかお見送り出ろってめっちゃ言ってくれた。え、出なくてもいいですよね。そう、座れるんだったらいいけど、ずっと立ってないじゃんさ、うん、謎にお見送り出ろみたいに言われたからめっちゃ焦ってたのにさ、そんなすっごいさ高画質の高いカメラでさね、わか撮ってた。しかもその写真さグループに送られてきて、ね、うん、グループにあるよねいっぱい本当にさガチで焦ってたのおもろいや、ほんといつも通りだけどね、サラは本当に、うん、いや焦った、あれ本当に、うん、世界で一番焦った。世界じゃない、間違えた、うん、焦った、人生で一番焦った。え、でも座ってもいいんじゃないって思ったよね。そうな、うん、出ないとかって思った休ませてくれてもいいんじゃないかな、お見送りって申し訳ないけど。疲れたとかだったらさ、もう出なさいってなるけどさ、うん、怪我とかはちょっと、あの、しょうがないんじゃないかな。ちょっと休ませてくれてもいいんじゃないかなって思ったけど。ね、なんかわかんないけど、すっごい出ろって言われたんだけど。たまにね、そういう時あるの。そう、なんか覚えてる。そんな出ないといけないみたいな。わかる。しょうがないかなって、うん。そうそうそう。ちょっと焦ったあれは。そう、怪我とかね、本当に。やっぱりでも神手に本当にあの気づいてほしいなっていうのは。そうそう。誰も駆けつけてくれなかった。わかる。ゆうもそれでさ、島手にさ走っていったらさ、うん、気づかれてなくて、うん、なんか行ったら、え、どうしたの、うん、みたいな。え？いやマジさ危ないよね。うん、あれ本当に。だってさ、もし。うん、まださ、その、なんていうの、命に関わるようなことじゃないじゃん。まだね、うん。これでなんか呼吸がめっちゃ乱れて、もう死にそうみたいな。うん。ちょっとやばくない、うん、誰も気づかない、でもそのまま死んだ。なんか、やばくない神手で死ぬの。え、神手で死ぬ、絶対やだ。絶対やだ。それだけはやだ。絶対やだ。ね。わかる。いや、本当に。焦るよね。確かに。ああ、呼びボタン、呼び出しボタンみたいなのあればいいのにだって、確かに。確かにね、そもそも人数が、ね、うん、足りてないから。でも多分さ、神手のインカム使えば誰かしら来てくれるじゃん。ああ、確かに。勝手にこうやって。え、そうしよう。いや、死ぬようなことない。おもろすぎない、これ。神手開けた瞬間、これやるんだよ、ヘッドホン。確かに、いいね。そうしよう。でももうさ、死にそうになったらもうステージに出るしかないよね。うん、わかる。ううう、助けて。誰か来るわ、それは。でも、マイクで。あ、マイクでね。そうすればね、ちょっと引きずり下ろされるステージから。まあね、確かに。そうしよう、そうしよう。あ、確かに、ファンの方の中に、お医者さん。なんでさ、いたら一発。飛行機みたい。お医者さんいますか？この中にお医者さんいますか？それで手挙げたらめっちゃかっこいいね。はい、かっこいいね、それは。かっこいい、かっこいい。え、やだ、うん、そう。死にたくないよ。死にたくはないよ。死にたくはない。まだいろいろやりたいことあるしね。ね、そうだよね。そうなんですよ。喉乾いた。うん、わかる。ちょっと、うん、結構喋ったね、うん、でもまだ30分ぐらい。え、でも意外と撮ってるね。うん、めっちゃ喉乾いた。ね、飲んできていい？いやいや、めんどくさい。
でもそうだよね。二人とも今日の夕飯は何？なんだろう。わかんない。なんだろう。なんか言ってた。あ、おでんだ、おでん。いいね。そのうちおでんだ。これから。またありがとうございます。ハートありがとうございます。二人仲良くなるのに時間かかった。どうだ。最初ってこと？うん。でも話してた方だよね。全然だってちっちゃいもんだし。うん。なんかさ一緒に帰ったよね。覚えてる。ハッパラありがとうございます。安田理系で写真撮ったじゃん。あ、ユウだよね、あれ。いや、ユウじゃない。誰ユウじゃないわ。え、誰？え、ユウいなかった。なんでいなかったの？なになに、知らないんだけど。何が？あ、やばい。なに？ユウじゃないわ。なに？誰？ユウじゃない人だ。あ、ユウじゃない人。ユウじゃない人だった。え、気まず、何今。ヤヒだ、ヤヒ。ヤヒと、そう、ヤヒと、もう卒業しちゃった子なんだけど。うん、おもろ。ユウじゃなかったの？ちょっと待って、なんかヤヒいたからユウいたかなと思ったんだけど。安らぎ亭の写真って何？全員じゃないやつ。うん、3人。3人で写真撮ったの、一緒に帰った時。え、なんでユウいなかったの？いや、わかんない。いなかった。安田に写真撮った。そういえば。ねえ。でもさ、ヤヒと仲良かったでしょ？まあそうだね、最初から確か。私、ヤヒと全然喋ったから、多分、ユウと喋ってたと思う。うんうん、だしさ、なんか、名簿が隣じゃん。あ、そうそうそう。覚えてる？ね、え、何？え、ここ座っていいですか？違うの、なんか、一番最初の、なんか、一世の集まりの時に、うん。なんか誰もさ、みんなほら友達いないじゃん、やっぱ地方組はなんかもうこっちに引っ越してきてたから、うん、みんななんか話すような感じだったけど、うん、もともと新潟にいる子とかは話せなかったし、うん、誰も知り合いなかったから、うん、なんか怖いなと思って、で、あ、やばい、みんななんかもう座ってると思って、置いてきぼりだって思って、テラヒナの横がちょっと空いてたの、うん、今が、ギリ入れるかなみたいな。すごい、すいません、隣座ってもいいですか？って言ったら、あ、どうぞ。って気まずい顔された。気まずかったね、あれは。うん、わかる。気まずかったよね。あれが多分、初しゃべりだよね。うん。初しゃべりだね。初しゃべりだった。おもろすぎだろ。そうそう。え、でもさ、あれじゃない？いっぱいしゃべるようになったのは、うん、あのパーティーさ入れなかったじゃん、それじゃない？あ、うん、それかも。絶対それだ。それでなんかどっからか、そんなん喋るようになったというか、そう、そうなんだ。そんなめっちゃ前だね。めっちゃ前。懐かしい。記憶ない。確かにそれで LINE してたわ、めっちゃ。そう、 LINE したよね。うん。なんか恥ずかしい。その時の自分。ここ覚える、ここ覚えようみたいな。え、わかる。まずいよね、なんか。そう。ここポジよってめっちゃ言ってた。わかる。じゃあ、ここポジ やろうみたいな。そうそうそう。あ、じゃあ私ここやるわみたいな。わかる。なんか、リハがあるときに、うん、なんか誰々がいないみたいな。そうそう。休みの人。そうそうそう。とかもね。探ってやってたよね。わかる。え、どっち覚えたの？今日この人いないらしいみたいな。え、わかる、やってた。懐かしい。ちょっと恥ずかしい、なんか。でもね、頑張ってたんな、あの頃。いや、本当になんかめっちゃ頑張ってたよね、わかる。必死だったな、あの頃ね、本当に。いや、必死だったね。うん。なんかお互いにさ、傷の名前をしたよね。え、何、傷の名前ってどういう意味？なんかさ、うん、え、なんかお互いをさ、こう、慣れ初めあったというか、うん、なんか、あ、悔しいね、みたいな。え、でも次絶対出れるから、みたいな。うん。恥ずかしい。あったね、懐かしい。懐かしいね。では、そんな頃もありました。いや、本当にね。すごい、多分その時が一番一生懸命だったんじゃないかなと思うぐらい。うん、そう思う。ね。なんか振りがそもそも覚えるのが遅かったからさ、そう、一緒だ。家で覚えないとっていう考え。うん、今、レッスンしてもさ、その日にも覚えられちゃうじゃん。うん、
わかる。だからなんか家でそこまでやんなくても、うんうんうん、覚えられちゃう自分が怖い。ね、成長したなって思うよね。うん。懐かしい。やだな。でもその時の自分ちょっと恥ずかしい。マジ？一番頑張ってたけどね。いや、わかる。その時のてて、ね、みんなが。でもなんか毎日泣いてた記憶しかない。マジで？うん。泣いてはないもん。私多分その頃一番泣いてない。え、そう思う。寺ひなってマジ泣かないなって思いながら泣いてた。うん。その頃、その頃はなんかね。うん。うん、そんなだったかも。なんでだろうね。うん。どっちかというと、1年、うん、2年ぐらい前かも。なんかさ、その時は悔しいっていう気持ちも分かんなかったもん、うん、ちゃんと。いや、そうそう。いや、なんか分かんないけど、みたいな。わかる。なんか、とりあえずなんかでも、え、落ちたんだ。え、なんかちょっと恥ずかしいかも。気持ちで泣いてたかも。うん。ね。わかる、私泣いてないけど。いや、そうだよね。私泣いてないけど。ありえないぐらい泣いてたいう。うん。どういう気持ちかわかんなかったけどね。ね。わかる。そんな過去もあったね。大変泣いてないな。マジで泣かないね。泣かないよね、わかる。え、なんか悔し泣きがないの、私って。ああ、はい、はい。イライラ泣きか、悲しい泣き。悔しいっていう多分心がないんだと思う。え、そんなことないよ多分。でもあんま聞いたことなくない私がさ。確かにね。でもなんか、あ、そうかもしれない。悔しい気持ちがないっていうか、うん、別に向上心がないわけじゃないけど、そう、そのまあでも次頑張ればいけるっしょみたいな。うん、そう、そうなんだ。前向き、めっちゃいつでも前向き。そう、まあ、まあ一緒みたいな。そう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 。そう、逆に、いや、うん、本当にずっとその、引きずるタイプ。いや、そうだよ、言うのは。うるさいタイプだから。ちゃんと泣いて消化するよね。うん、そう。ちゃんとめっちゃ、スタッフさんに泣きついて、うん、で、なんか、そっかそっか、うん、大丈夫大丈夫ってやられて、うん、続けるよってなるタイプ。私はもう聞き流すタイプ。やば。はいね、分かる。でも今最近泣かなくなったかも。なんか人が泣いてるのを見て、うん、わっ、ちょっとつられ泣きみたいな。ばあちゃんやん。でもないな、なんか悔し泣きとかそういうのないわ、うん、最近は。大人になったね。ね、本当にそう思う。大人になったなって。ゆうはガキで大人になった。え、本当に言ってる？うん。なんで？はず。いや、大人になったよ、言うわ。みんな言ってるよ。みんな言ってる？うん。マジで言ってる。はず。でも、子供すぎたんじゃないのかな、昔は。泣かなくなったしね。うん、あ、確かに。それはそうだね。うん、なんか、そう。ゆうが泣いてんの見たことない。いや、ある。一回ある。一回ある、最近。最近で一回ある。何？怖い。え、いや、これは多分ファンの人に言えないんだけど、いや、言っていいか分かんないけど、うん、あのさ、配信の時。待って待って、思い出すね。イベント、イベント。あの、帰りたいのやつ。はぁそうだ。あれはもうでも、ガキでしょ。まあ、言っても、言っても大丈夫なんだろうけど、あれぐらいだわ。いや、そうだね。うん。そうだわ。あれだわ。でも、割と前だね。あれさ、びっくりしたの。なんか、うん、劇場で優が泣いてたんだけど、うんうんうん、なんかすごい、優が最初に入りで、優、うんうん、がその仕事終わってから私が、うん、あの劇場に入って、うん、そしたらなんか、優、うん、がすっごい涙目でなんかこうやって歩いてきて、怒ってたんだよね、怒ってそう、怒ってた。なんか、みたいな。辛いなって。ダメって言われて、みたいな。ダメって言われて、でも帰りたいのに、みたいな。なんかさ、うん、優がさ、今まで泣いたのってなんか悔しいみたいな泣きだったのにさ、うん、マジで4歳児のさ、いじけた泣き方だった。でも多分あの時はもう、あの、なんていうの、もう最上限、最上
に疲れてて、いやみんなそう寝てなくてね、そうそうみんなが本当にめっちゃ疲れてて、もうあの日結構ねカオスだった、マジでやばかったよね、うん、でしかも朝めっちゃ早かったし、それでなんかもうめっちゃダダこね子供みたいな、うん、そうそうそう本当にゆうさ、うん、長岡で遠いのにさ、そう入りが早かったんだよね、私遅かったけどちょっと、そう入り早くて、うん、でその時なんかその一回仕事終わってまた夕方にありますみたいな時があったんですよ、うん、朝早くから夕方の間に時間空いてますみたいな、うん、でその時に、うん、なんかじゃあその時間でお家に帰りたいですみたいな、うん、言ったら帰っちゃダメそれが本当になんかもう心にドーンってきて、うんうん、なんでなんで帰っちゃダメなの、私家こっちにないよってなって、うん、泣いて怒ったっていう、怒って怒り終わった後に私が入ったらもうすっごいめっちゃで、なんや聞いたよあのさ帰っちゃダメって言われたんだよ、おかしくないってめっちゃ怒ってたあれマジで子供の泣き方だった。わかる、もう、やだとか言って。あれはね、めっちゃ疲れてたもんね、みんながみんな。そう。マジで、あの時みんなやばかったね。精神状態は知らないけど。うん、もう眠すぎてね。そうそうそう。睡眠時間がとにかくなかった。うん、えぐかったな、あれ。うん。懐かしい。いや、ほんとにね。でももうないですね、そういうのも。いや。割と最近じゃないこれ、半年ぐらい前、10月とかそんくらいじゃない、うん、うん、本当に懐かしいわ、うん4歳だってあれは、いやあれはやばかった本当に今懐かしい、今思い返すと、いや泣くわでもあれは本当、うん、結構嫌だったな、家に帰りたかった、ずっと帰れてなかったんですよその時、うん、そうね、1週間ぐらい家に帰れてなくて、うん、もう家族に会いたいんだけどみたいな感じ、うん、寝たいしね家で、寝たい、寝たいし、そう家で寝るのがいいの、うん、ね、そうなんです、いやね、でも本当に子供だったねみんな鬼だよね、帰っちゃダメって、うん、鬼だった、なんでダメだったんだろうね、え、でも結局帰ったよね、結局帰った、ダナ、ダナコネが通じたずっとダナコネってたらね、帰らせてくれずっと、でもなんか、うん、そうなんだよね、そう、もう家に帰りたいって言ってるのに、うん、じゃあそこら辺でなんかご飯食べたら遊べばみたいな違うんだって、家に帰りたいんだって言ってるじゃん本当に遊ぶ体力なんかないんだよ、そう、もう遊ぶ、寝たいんですとにかくわかるな、そう、そんな感じだったと、結局そうなの、帰ったんですよ、うん、あれでも優が 帰る時になんかそのスタッフさんが、うん、帰ってこのまま来ないんじゃないかって思われて、うん、めっちゃダダこねたから、うん、来るだろそれは、いやそれはさすがに行きますって、うん、絶対に来てね、絶対に約束ねみたいな、信用なさすぎない言う行きます行った、でその時かテラヒノとご飯食べた、あとご飯行ったすごかったよね、あのなんかスケジュールね、うん、いやわかる、すごい意味のわからないスケジュールだったね、ね、みんながそうだったと思う、多分言う、うん、言う、そうそうそうすごいなあれ、難しい、めっちゃ空き時間いろんな人とご飯食べに行った、あ、言ってたね、うん、ちょうどお芋だもんもやってたし、ね、そうそう、お芋だもんとか食べに行って、うんうん、リップの色がない、え、色あるよ、ある、うん、じゃあいいや、懐かしい疲れたね、うん、
めっちゃ喋った、ね、わかる、めっちゃ喋った。一回休憩5分ぐらい5分ぐらい5分ぐらいコメント眺めてる。いつもさ、寺ひなとさ、ご飯食べながらとかさ、喋、うん、るじゃん、喋るときは、うんうん、なんかこう、何かない、なんかなんていうの、なんか欲しくなっちゃう。なんか欲しいよね。うん、なんか食べながらじゃないとね。わかる。早くさ、お酒飲める年齢になってさ、うん、え、わかる、お酒飲みたい、わ、ね、かる、やばいと思う、多分。え、わかる、止まらない、うるさくなるかな。え、どうだろう、私多分止まんなくなると思う。どうする、二人ともめっちゃすぐ寝たら。ゆうは寝ると思う。本当、私はもう楽しくなってめっちゃ喋ると思う。うん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 、今多分寝る。寝るかなく。おやつ強いんだっけ？おやつ強い。じゃあそうかもね。うん。ゆうは、いや、どっちも弱いから。絶対ね、なんか想像つく、ゆうが寝てるの。本当？ゆうはテラフィナが、うん、あの一人でお酒飲んでるの想像つく。うん、かっこよ。こうみんなが寝て、うん、もうこうやって。音楽聴きながら。かっこよすぎだろ。それな、かっこよ、黄昏れてる。きっと喋ると思う、ひたすら。確かに止まんなくなると思う、今までの不満が。うん、いや、もうお酒なんて飲んでなくても不満は止まらないのに。うん、分かる。だってさ、みんなで泊まってもさ、うん、お酒飲んでないのにすっごいみんな喋るじゃん。永遠喋るよ。夜中とか永遠と喋ってるのにさ、でもお酒飲まないのに、なんかおつまみみたいなお菓子買って、うん、そうそう、めっちゃ食べるもんね。そう、一生食べてる。みんなでお泊まりするとね、危険、太るんだよね。なんかこの前泊まった時に、うん、4時とか5時ぐらいまでさ、みんなで食べて喋ってさ、うん、やってたじゃん。やばかった。その次の日めっちゃ太ったし、肌荒れがその日から止まらない。ね、わかる。もう良くなってきたけど。え、本当？うん。一生止まらない。だってもうなんか1ヶ月ぐらい経ってない。いや、経ったよ。1ヶ月経ったよ。もう。そんな経ったっけ？うん。あ、そっか。もう1ヶ月ぐらい経ったね。うん。治んないんだけど。え、それはやばい。やば。いいな。本当にバカだよね。話してる内容は本当に薄い。いやね、マジであの、うん、恥ずかしい、恥ずかしいわけじゃないけど、うん、でもマジで、でもみんなといて喋ってると本当にすっきりして寝れる。でも優が一番最初に眠くなるよね。え？そうかな。うん。私マジで眠くなかったな、あの日。てかみんなで泊まってマジで眠くなんない。そっか、そうかもしれない。うん、もうそろそろ寝ないみたいな。そう、優が言い出して。うん、私、マジで眠くなかった。え、結構眠かったんだけど。しかも次の日もさ、昼、寝たじゃん。マジ眠かったんだけど。あれ、やばかったよね。うん。4時ぐらいに起きたよね、夕方の。え、そうだっけ、やっぱ。そうだよ、そうだよ、4時ぐらい。3時とかかな。うん、そんくらいに起きたんだよね。うん、で、朝ごはんって言われて、朝ごはん。朝じゃない、朝じゃないけど、もうお腹空いてたから、食べたかったけど、うん、朝ごはんじゃないよね、絶対。そうだ、そうだ。ゆうがさ、持ってきてくれたじゃん、お母さんの。うん、はいはいはい。ゆうが持ってきたときに、これ朝ごはんって言われたの、マジで笑ってた、心の中で。全然覚えてない。え、朝ごはんって言って。うん、あ、これ朝ごはんって言われてた。朝ごはんって言って。全然、なんなら夕飯だよね。何持って行ったんだっけ、覚えてない。何食べたかも。え、肉じゃが。あ、そうだ。肉じゃがと、あとパン、うん。そうだ。パンだ。パン。朝ごはん。夏。で、それでなんか夕ご飯まで3時間ぐらいか。うん。だってその間なんかお菓子食べないようにしてたんだよね。食べない。でもちゃんと夕飯お腹空いたよね。え、わかる。ちゃんと食べた。うん、ちゃんと食べた。え、でも歩いたじゃん。歩いたね。そう、歩いたけどさ。確かに。けどね。え？え、え？え、電波悪いよ。え、マジで？うん。今は？
大丈夫。よかったよかった。そう、歩いて、しかもこのダサパジャマで。わかる。みんなでね、え、パジャマだったっけ。いや、パジャマだったわ、みんな。下だけね、なんか下だけっていうか、うん、パジャマで行った、まあ、パジャマで。おかしいでしょ、ほんとに。いや、ほんとに結構寒かったし、うん、雪に突っ込んだんだ。うん。違う、自分で突っ込んだんじゃない。え、何言ってんの。押されたんだよ。怖い。あ、そうだそうだ。でも絶対に押されるって思ったの、なんか、うん、その時に、え、この状況って思ったら、さらに、うん、ほーって、ボーンってやっぱりねって思った。おかしいな。だってサラは絶対テラヒナをそんな雪に投げるようなことはしない、投げないと思う。だってそこで押すなら絶対言うだもん、ね、うん、だろうなって思った。でも楽しんでたけどね、なんか、うん、わかる。なんかそうだね、楽しんだ。うん、ねえ、ボブバスボム使っちゃったよ。え、いいやん。そうだよね、なんか言ってたよね、止まそう、あれなんで止まろうとしてたんだっけ、あれなんで止まんなくなったんだっけ、あれ、あ、そうだ、私がそう予定が合わなかった、うん、そう、みんなの予定が合わなくて止まれなくなって、うん、使っちゃった家で一人で。いっぱい使ってください。次はあの、うん、アーブロユーが用意した、ね、うん、アーブロね、それでアーブロしようね。アーブロ入りたいね、わかる、うん、温泉行きたい、普通に。わかる、みんなでさ行こうとしたよね一回、うん、でもやめたよね、うん。むずいんだよね、人数がさ、やっぱそうなんだよね、合わない。そう、合わないの、本当に。だから1ヶ月ぐらい先でみんなが予定開けてくださいってスケジュールを抑えられればいけるんだろうけど、うんうんうん、無理だよね、うん、ここにね、うん、みんなあるから、いっぱいあるよね。だってユウなんてさ、ラーメン部めっちゃ 入るじゃん。あ、たまにね、うん、なんかそう、そうなんだよね、いきなりだから。ほんとみんな結構さ、急に前の前の日とかにさ、そうあるから焦るよね。まあでもメンバーだからまだなんかあれだよね、わかる、うん、あ、ごめんごめんぐらいだよね。そうそうそう、友達とかだとなんか本当に言えないけど、うん、わかる。ヤヒの運転乗ってみたい。わかる、うん、乗ってない、うん、一回も見たことない、日向が運転してるの。めっちゃ見たい。なんかさ、うん、ヤヒコの方しか運転してないのかなって思ったけど、うんうん、この前新潟駅まで運転したって言ったから、うん、言ってたね。そう、もう信用してるだから。ねえ、寺木田のその基準が本当におもろい。え、なんかさ、やっぱヤヒコ村のさ、車も少なくてさ、うんうんうん、こうまあ運転楽そうじゃん、うんうん、でもさ新潟駅ってなると結構さ交通量多いじゃん、それを運転できたなら、ね、確かに確かに引用してる。じゃあ行こう、日向の運転で。え、そう、早く行きたいのだから。わかる、いいね、行こう行こう、うん、やば。じゃあ将来みんなが免許取ったら、うん、うん、あの代わりバンコで運転して、あ、いいね、あの東京まで行って、あ、行きたい、いっぱい遊ぼう、うん、いいね。いや怖いね、でもメンバー乗せんの。わかる、普通に自分が運転した時怖いかも。うん、ね、高速とか無理。怖い怖い怖い、ね、怖いわちょっと、うん、普通に事故ったらマジ怖い。うん、ね、本当に怖い。自分だけ生き残ったらめっちゃ怖くない？いや、マジで、やむ。っていうか、なんかもう死にたくなるよね。うん。それは本当に。いや、怖いな。やめよう、それは。うん。新幹線。いや、でもみんなでドライブ楽しそう、交代バス。え、でしょ？うん。わかる。でも普通にさ、なんか、日帰りで行けるようなとこでもいいかもしれない、うん、でも確かになんか新潟ってほんと車ないとどこにも行けない。わかる、結構ね広いし、うん、
交通の便がないから。普通に夢の国行きたい。わかる。わかる。え、大阪の方行きたい。いや、それもわかる。マジ。ぶっちゃけ夢の国はいつでも行けるけど。確かに確かに。大阪の夢の国。大阪の夢の国？ああ、はいはいはい。大阪の夢の国ね。めっちゃさ、映えスポットみたいなのいっぱいあるじゃん。てかさ、人生で一回も行ったことないんだけど、大阪の夢の国。え、修学旅行は？行ってないよ。私、京都だけ。京都、奈良だけ。え？マジ？そう、マジ。私、中学、京都、奈良、USJ だった。マジ？多分、うん、高校で行く予定だったんだよね。うん。あ、高校でなんだ。え、高校って海外とかじゃないの？いや、なんか、めっちゃ、そうなの。そう。USJ マジで楽しいよ。いいな。行ってみたい。かわいい。ほんと、一回も。てか、マリオのやつなんか TikTok にあってめっちゃかわいい。あ、わかる。でもね、なんかアトラクションは結構子供より。あ、そうなんだ。うん。結構激しいのがいいですね。うん。ジェットコースターとか。わかる。サントピア行こうよ、じゃあみんなで。まずはね、ちょっと最初まずはサントピア。そこだね。サントピアすら叶ってないのに、夢の国なんて言ってる。バカだよ。ね。うん、いや、でも、来たい。いろんな虫行きたい。普通なんか、その、遊園地とかじゃなくても。うん。旅行ね。京都に行きたい。京都に行って。ね、いいよね。なんか、服とかもさ、ちょっと変えて。あー、それはわかるかも。ね。北海道も行きたい。え、わかる、めっちゃわかる。北海道はね、絶対楽しいよ。いや、絶対楽しいっしょ。うん。行きたい。なんかもう、北から南まで全部行きたい。わかる。北海道行ってみたいな。ね。でも、どっちかっていうと、海派なので。あ、海派なんだ。沖縄の方に行きたいかな。私は北海道派。じゃあ、どっちも行こう、どっちも。え、大変すぎない。金かかる。確かに。え、1年に1回旅行行こうよ。な、それはわかる。旅行行きたいよね。ね。あと、この前さ、言ってたけど、うん、どこだっけ、神奈川のさ、めちゃめちゃさ、広い、でかい、なんか、旅館みたいな。あ、あれは行こう。あれは絶対行くよ。わかる。あれ、本当に、ちょっと、めっちゃ高いけど、マジで行きたい。え、いくらだっけ、バカ高いんだよね。ね、27だっけ、27万とか、うん、やばいよね。一番高いのでそのくらいだったと思う、うん、本当におかしいけど、でも人生で1回は行きたい。あそこ計算してるね、なんか全部で30万、うん、35万ぐらいかなみたいなね。そうそう、交通費とか、そう、新幹線とか含めて。いや、やばいよね、本当に行きたいんだよね。もうね、常にね、なんかこういう話してるよね。そう、行きたいみたいな。でも思ってたこと一緒だったんだよね。紹介されてて、ユーモがここ行きたいって言って、私も行きたいと思ってて。同じ YouTube を見てて、なんか、そう、またま。一泊27、うん、一泊27万だったよね。そう、一泊、しかも確かそこ一泊しかできないんだよね、なんか。あ、そうなんだ。え、もったいな。連泊できなくて、みたいな。そうなの。そこだった気がする。なんかもったいない、ね。もったいなすぎだろ。絶対に泊したい。あの部屋はさ、一週間ぐらい暮らしたい。いや、マジそれだって台所とかもあんだよ。わかる。なんか2階建てみたいな旅館なの。その、一部屋がもう2階建て。うん。うん、私、寝るとこめっちゃあったし、あと、めっちゃ大きい、超大きいスクリーンみたいな。そう。もうさ、家だよね。家。何部屋もあって、うん。お風呂も2個ぐらいあって。うんうんうん。洗面台も2個あって。洗面台 au、 ちょっと家に2個欲しいなって思った。ね、わかる。え、わかる。2個欲しいよね。2個欲しい。わかる。泊まりたい、あそこは。わかる。本当に、だから、大人になって、うん、うん。めっちゃ稼げるようになったら行こう。行こう。全然行こう。もう、絶対に行こう。本当にね。うん、あれはマジで。もし誰かが、じゃお金なくていけないってなったら、もう全然貸す。うん、私お金ないって言っとくわ。
貸すんだよ、でも。あの、いつか返さないと。あ、返さないといけないんだ。何回払いとかで返してもらって。あ、オッケーオッケーオッケー。もう全然。いや、本当に行きたい。いいね。でも、まあ、最初はちょっと、普通のというか、まあ、旅館。普通の旅館から始まって。始まって、どんどん。レベルを上げていく。レベル上げていく。そうそうそう。どんどん稼げるようになったらね。そう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 。貯金しないと。うん。え、でも1年に1回旅行いいな。そうすればさ、嫌でも集まれるじゃん。うん。それはそう。そうしよう。いいね。旅行いいよね。オッケーオッケー。行こう。出してやりな。え、絶対嫌だよ。27万も出したくない。でもユウはマジであのお姉さんになったの最近本当に。いや、やめて、その話本当にいろんな本当にお姉さんかっこいいよ。だってちっちゃいもの楽屋でさ、甘いの食べたいって言ったらお菓子ポンって買ってきてくれたたまたまで自分も食べたいなって思って、まあ、ついでにみんなに買ってこう。でも返す気もないこっちもおもろいよね。返すよっていう言葉が最近なくなったよね。確かに。あ、ありがとう。みんな楽屋で待ってて。開けていい？優が買って。そう、みんなで食べようって言って。うん。ありがとうって食べるよね。ありがとう。みんなに。返す気ないよね。でも、やっぱそんくらいがいいよ。いや、まあね。そう。そう、そう、寺ひながね、この前、これ開けていい、うん、って言ったことに、うん、びっくりしたんだよね。あれ？寺ひなだっけ？なになに？いつ？なんかお菓子を持って、うん、行った時に、うん、いつもだいたいさ、サラがさ、うん、静かに開けて食べてるじゃん、勝手に、うん、え、そんなあったっけ。そう、なんか開けていいって言われたことに、うん、びっくりした。でも何開けた。え、なんかお菓子、甘いお菓子、なんだ、甘いお菓子だった。アルフォートだったかな。アルフォート開けたかも、私開けたわ。う、ね、うん、アルフォートのいつも開けた。あ、そうだ、それ食べたくて。そうだそうだ。え、でもお姉さんという名のパシリだって。確かに。え、やめてください。確かに悪い言い方するとね。いや、本当にね、そんなことないんで。そう、でもさ、うん、全然いいよね。だって聞くだけまだ全然いいよね。サラダさ、ね、もうこう見ながら食べるじゃん、うん、人のこと見ながらこうやって開けてさ、自分のもののように食べて、うん、電波悪くて何も聞こえなかった。自分のもののようにさ食べるじゃん。なんか分からんから、容赦なく食べるよ、ね、取って、そう、うん、食べるから。一生忘れない、はるかのポッキー勝手に食べたやつ。ねえ、わかる。めっちゃはるか怒ってた。いちごのやつでしょ。いちごの懐かしい。でもちゃんと後で買って返したの。買って返してた。ガチでやばいって思ったんだろうね。それな、でもそれも食べてたしね。うん、それも食べてた。サラが買ってきたし、いいよね。うん。懐かしい。あったね、そんなこと。はるかがね、多分なんか甘いのを多分あんま食べないようにしてて、その時。うんうん、そうだね、そうだ。そのレッスンが終わったら、このポッキーだけ食べようって思って、うんうんうん、ご褒美でね、レッスン上にのカバンに入れてたやつをサラが買ってきたけど。本当にありえないよね。マジ、怒られて当然だと思う。うん、めっちゃ楽しみにしてたんだよ、はるか。うん。いや、これ結構楽しみにしてたよね。なんか、うん、私がこれ、楽しみに取っといたの。うん、もう、みたいな。しかも、安いポッキーよ。わかる。かわいいよ。そうなんです。うん。懐かしい。まあでも、サラダから許せるよね。うん。しかもさ、それ自分が開けてさ、自分が食べたくて食べてるならいいけどさ、はるかのなのに私に渡してきたからね。食べなよ。そうだ、みんな食べる、食べたけどってやるよ。ユもやられたわ、食べるって。うん、うん、いつもやってるあれ。いや、安いでしょ。安いっていうかさ、もうめっちゃ高いゴディバのチョコレートとかならさ、うん、怒るかもしれないけどさ。確かに。ポッキー取り合ってんのおもろかったな。かわいい、でも。
はるかでもいつもお菓子持ってるイメージあるもんね。わかる、かわいい。え、時間過ぎてる？マジで過ぎてるわ。気づいたらご飯食べないと。あ、スクショしよう。いいよ。オッケー。撮っただろうみんな。はい。はい。ありがとう。ランキング読もう、一緒に。読みます。今、インスタライブしてるってさ。あ、ね、さっき来てた、なんか。ないだ。13位。いきます。はい。13位、かえでさん。まこいもさん、ありがとうございます。ます12位、マッスルなのかなさん。塩僕さん、ありがとうございます。11位さとしさん。孫次郎さん、ありがとうございま す。10位おどちゃんさん。キングレブロンさん、ありがとうございま す。9位エルマパさん。リエコさん、ありがとうございま す。8位はやとさん。あきらちゃんさん、ありがとうございま す。7位サボテンさん。イリタンシオさん、ありがとうございま す。6位日焼けさん。ユーアットマークチームエクボー、いつも癒しありがとうさん、ありがとうございま す。5位イトルさん。電吉さん、ありがとうございま す。4位竹蔵さん。タムちゃんさん、ありがとうございます。めっちゃ半目で止まっちゃった今。え、困る。すごい顔してた。困る、めっちゃ。3位ゴーさん。ミーアットマーク0031万単西形家&チームエクボさん、ありがとうございます。います2位マササトさん。マササトアットマークチームエクボ天才ですさん、ありがとうございます。あ、それです、ありがとうございます。1位リュウさん。リュウさん、ありがとうございます。すごい、2位と1位一緒だね。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。また誘います。3月中にもう1回ぐらい。誘って、いつでも。一人じゃ話せない、私も。でもさ、寺日のところも配信するとさ、本当にみんなのこと置いてきぼりにしちゃう。そんなもんさ、コラボ配信。またプライベートでもご飯行こうね。行こうね、ゆうのおごりで。次はテラヒナのおごりです。ごちそうさまです。あ、ごちそうさまです。ごちそうさまです。